シェルトン・ベンジャミン、シェルトン・ベンジャミン、シェルトン・ジェームズ・ベンジャミン、1975年7月9日隊は、アメリカ合衆国のプロレスラー。サウスカロライナ州、オレンジバーグ出身のアフリカ系アメリカ人。ミネソタ大学で、レスリング部に所属し、NCAA 選手権3位の実績を持つ。卒業後には大学に残り、後輩のブロックレスナーなどを指導。 WWE の株団体、オベト契約、同じミネソタ大学出身のブロックレスナーをパートナーにミネソタレッキングクルーにあやかったミネソタストレッチングクルーなるタッグチームを消し、活躍した。2002年に WWE に昇格するとスマックダウンに所属。カートアングル、チャーリーハースと共にチームアングルを結成。 リーダー格のカートが怪我をして復帰した際、フェイスターンしたカートをチームから追い出し、ハースと共にザワールド、グレーテストタッグチーム、通称は WGT、WGTT を結成。WWE タッグ王座を獲得し、ロスゲレロス等と名勝負を繰り広げて、スマックダウンのタッグ戦線を大いに賑わせた。2004年のドラフトで、スマックダウンから RAW へ移籍し、 タックを解散。シングルプレイヤーに転向し、RAW デビュー戦では、トリプル H と対戦し驚異的な運動能力を見せつけて勝利。同年10月の PPV、タブ・チューズデー2004で、クリス・ジェリコと ICU 王座をかけて対戦し、勝利を収めた。その後2005年の6月、ドラフトにより、スマックダウンから RAW へ移籍してきた。 カリートに割れるまで ICU 王座を保持し、ここ10年での最長保持記録を打ち立てた。そしてそのカリート、さらにショーン・マイケルズと交想後は母親、WWE で公募されたアングル上の母親役が登場して、マコンキャラのギミックになると同時にヒールターンする。マザコンキャラのギミックが終わったその後は、一時チンピラ風ギミック、サングラスをかけ、 アロハシャツに身を包みゴールドのチェーンを首に巻いていたで、登場。IC 大座陥落語は復帰したハースと共に、WGTT を再結成、クライムタイムや、ハーディーボーイズと構想する。2007年末期、イライジャバークの紹介、新たに ECW を担う男と紹介されたに、より急遽、ECW に移籍、登場する。イライジャと共に、 黒人タックを組むのかと思われた矢先、イライジャがスマックダウンでのバティスタ戦で負傷、長期離脱してしまったためシングル戦線で活躍するようになった。これは元からイライジャが腰の怪我をしていたため、離脱するためのアングルである。2008年には ECW において連勝を続け、ロイヤルランブル前の収録の ECW の5人、バトルロイヤルでは、ケイン、ジョン・モリソン、 マイク・ミザニン、トミードリーマーといった、競合相手を退け、優勝した。ECW のスーパースターで、ロイヤル・ランブルで、最も優勝する確率の高い選手と言われていたが、ロイヤル・ランブルでは登場して、すぐに、ショーン・マイケルズによって脱落させられてしまう、登場し46秒で脱落。このタイムはこの年のロイヤル・ランブルでは一番早い、脱落時間だった。2月には、 ジミー・ワン・ヤンを相手に勝利し、レッスルマニア24でのマネーイン・ザ・バンク、ラダー町に2年ぶりに参戦。6月の追加ドラフトでは、スマックダウンへの移籍が決定し、7月には、グレート・アメリカン・バッシュで、マット・ハーディから、US 王座を奪取した。9月には、US 王者として、アン・フォー・ギベンにてトリプル H の保持する、WWE 王座へのチャンピオンシップスクランブル戦に出場している。 2009年3月、レッスルマニア25でのマネーインザバンク、ラダーマッチ予選試合にて、ジェフ・ハーディに勝利、マット・ハーディの介入による反則し、自身が持つ最多記録を更新する4回目の出場が決定。3月17日、MVP に敗れ半年間保持した US 王座を失う。その後 RAW から移籍してきたチャーリー・ハースと再び共に活動し、 ECW から移籍してきたジョン・モリソンと構想する。6月のトレードで再び ECW へ移籍。一席初戦で、吉立のデビュー戦の相手を務めた。2010年2月、ECW が終了した後は、スマックダウンに移籍。3月28日のレッスルマニア26にて、マネーイン・ザ・バンクに出場するも、優勝とはならなかった。4月、WWE より解雇されたことが発表された。 WWE 解雇後、ベンジャミンは、ローと契約を交わしながら入団、ハースと WGTT を再結成する。ロー世界タック王座を奪取し1年間防衛する、活躍を見せた。2012年1月4日、ベンジャミンは、MVP の要請を受け、新日本プロレス主催のレッスルキングダム4に参戦。対戦相手の田中雅人 高橋博士二郎組を相手に高いポテンシャルを生かした、ファイトスタルで圧倒し、勝利を収めた。6月16日、ドミニオン6.16では再び、MVP とタッグを組んで、カール・アンダーソン&、タマトンガ組を相手に勝利を収めている。8月1日から開催された G1 クライマックス22に初出場、4勝4敗で惜しくも、決勝進出とはならなかったがそのポテンシャルを十分に。 見せつけた。12月に、ローとの契約を破棄し、対談となる。2013年、ローと、再び再契約を交わす。4月には、ハースとの一騎打ちを行う予定であったが、ハースが引退することを突如発表したため対戦は、取り消しとなった。4月20日、新日本のロードツーレスリングドンタク2013にて、鈴木軍の高道のくが参戦を予告していた。 X として登場、鈴木とタッグを組んで、中村新介岡田和地かぐみと対戦し勝利した。以後、鈴木軍のメンバーとして活動を始め、5月3日には中村が保持する IWGP インターコンチネンタル王座に挑戦するが敗北した。8月の G1 クライマックスでは、最終戦で中村と対戦。ペーダー後で中村から勝利を収めるベンジを果たし、 9月29日、神戸大会で再び中村の IWGP、インターコンチネンタル王座に挑戦するも、ボマイエでピンホール負けを喫した。2015年5月15日、ジェフ・ジャレットが設立した GFW に参戦することを発表した。6月20日、クリス・モルデツキーと対戦している。2016年7月26日、 WWE スマックダウンにて WWE に復帰することが発表される。しかし、肩を故障して手術することになり、WWE での復帰が延期となった。2017年8月22日、WWE スマックダウンライブにて、バックステージで、チャド・ゲーブルとダニエル・ブライアンのセグメントにおいて、ゲーブルのタッグパートナーであったジェイソン・ジョーダが、RAW に移籍したことにより困り、 この事態の収拾に、ブライアンから新たなパートナーにカートアングルの友人として呼ばれ、登場。ゲーブルとのタッグを結成することになった。同月29日、7年3ヶ月ぶりとなる、WWE での外戦試合を行う。ゲーブルと組んで、ジアセンション、コナービクターと対戦。中盤に、ゲーブルが捕まり苦戦するがタッチが成立すると流れを変えて最後にはビクターに、 ゲーブルのアシストから、ペイダーと決めて勝利した。2018年4月、ゲーブルが、スマックダウンライブから RAW に移籍したことにより、タックを解消。同月24日、ランディ・オートンと対戦。終盤に、エレベーテッド・ DDT を喰らい、アーコを決める姿勢になったところで場外に逃げるも、実況席に叩きつけられ、窮地に陥る。しかし、 場外よりマスクを着用して現れた、過ぎる真の妨害に助けれ、最後にペダートを決めて勝利。ワウェル・ウケン・ダブリュアフ、ミレニアム・レスリング・フェデレーション・オベプ・ビー、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。